今ね、6時5分前だから5時55分、そろそろね、夕飯の仕込みをしたいと思います。いやー、ほんと寒くなってきたね。そんなこと言ってても始まらないので、さてやるか。マジで、必要なのはこれ、どうだろう、これだな。ちなみに今日はこれを作りたいと思います。お好み、半分ぐらいかな、なんとなく。こんな感じかね。うわ、結構いっぱいだぞこれ。こんなもんで十分じゃねえかなと思うんだけどね。イカ、さっきのね、マヨネーズからしか、これを使います。なになに、ちゃんと読もう。8枚分で400で、これ400か。卵4個ってことは、まあ、2枚分でいいんで、ちょっとね適当ですけど、違うな、こんなもんかな、こんなもんかな、これでだいたいね150と見た。こんなもん、卵はとりあえず1個ぶっ込むということですね。ドボボン、豚バラ、なるほど、結構量あるな。でかいですね。まあいいや。半分から切って、まあ、これも、よいしょ、とろけるチーズ。チーズは2枚ぐらいあればいいかな。まあこれを入れます。なんだっけ、広島焼きとかモダン焼きとかってなんだか昔ね食べたことあるんだけど、じゃあ具的にはですね、こんな感じですかね。これがイカフライ、それとチーズで、豚バラとキャベツ、あとまあ焼きそばと、まあそんな感じですね。次は、炭を起こしてですね、コンロに火を入れてみたいと思います。あ、そうそうそう、あのね、あとね、お酒のつまみ買ってあったんだ。ね、それも作っちゃう。ベーコンと、これアスパラですね、アスパラガスと、なんかナスがね美味しそうだったんで、1個だけ売ってたんだけど、まあこれをですね焼いて食べてみたいと思います。ベーコンはまあアスパラベーコンですね。これこれ切るんだよね。うわ、こんなもんすかね。あ、1個余ってた。
こうでいいのかな。これでいいんですかね。こんな感じなんですかね。まあすごくね、作ってて美味しそうな感じはしてるんですけど、ベーコンアスパラですね、できました。あとナス、ナスはね、さっきちょっと水洗いをしました。こんな風にですね、まあ、やつでみたいでやって、これも焼いちゃおうと思います。とりあえずネタの下ごしらえはできました。とっくら炭を起こしてい、きたいと思います。だいたいですね、できてきたんで焼いていこうと思います。ベーコン、アスパ、ベーコンアスパラか。これを、うわ、火が強いな。こんな感じ。あとナス。ナスできました。生姜醤油でちょっと食べます。うめ、こちら甘くてうめ、うまい。アスパラベーコンもね、なんかいい香りがしてきたんで、まあ、ちょっと塩コショウ、プラ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 、それではですね、お好み焼きを焼きたいと思うんですが、まずキャベツ混ぜなくちゃね。ちなみにね、僕は紅生姜あんま好きじゃないんで、紅生姜は入れないです。さっきのからしマヨネーズのイカ天を入れる。よし、ドボドボ、よいしょ、いや適当にむすっちゃえ。おう、そういえばね、なんか忘れてると思ったらね、焼きそば忘れてた。あ、そうだ、ウイスキー冷めちゃう。ウイスキー、それちら、おお、なんかすごい。うわー、なんかすごいなこれ。ドボ、こんなこんなお好み焼きあんのかね。どうやってまとめようかね、これ。匂いはね、結構いい匂いしてますね。だから基本的に間違ってはいないんかもしれない。
いやーすごいのができちゃったな。うわでかでもそろそろだね、そろそろ食べないとまずいような気がする。じゃあひっくり返します。よいしょ。おいいじゃん、なんとなくなんとなくいい感じがする。じゃあまずソースですね。うん、でマヨネーズ、あっち。ちなみに青のりとかかつぶしとかなしです。おお、すごいね。なんていうの、ふっくらしてる。一応ですね、こちらが量的にですね、間違いなく3人前ぐらい持ってあるかな。いただきまーす。結構ね、画面じゃ黒く見えんかな。そんなことないんでね、いい感じのこう焦げ目、茶色の焦げ目。あのね、美味しいこれはうまい。焼きそばはね、いんなかったかもしんねえな。うん、まあ今さらどうにもなんないんだけど、ただ焼きそば、焼きそばの部分だけ食べると美味しいですね。ちょっと見た目崩れちゃったけど、なんて言うんだろうな、シンプルはシンプルよね。あの具がキャベツと豚バラとチーズ、それとあの駄菓子ですね、イカフライ、この4つだけなんですけど、あれやっと残り3分の1ぐらいかな。ちょっとね、ウイスキーでも、ウイスキーでもっていう感じじゃないんだけど、ゆっくりね、まあ時間は本当にあの何ですか、売るほどあるんで。ホットウイスキーとお好み焼きっていうよくわかんない組み合わせですけど、まあこれがあの結構馬鹿できないぐらい美味しいんで。ああ食った、美味しかった。でもね、ちょっとね量が多かった。いやー今ね大体9時ですね、9時。いやー息がねすごい白いんだけど、ちょっとね寒くなってきたんで、ちょっとお酒はもういいや今日。コーヒーでも飲もうと思います。あったまる、あったけ。